徳島市立高等学校は徳島県徳島市北沖の水町目に所在する市立の高等学校。通称は志向。徳島市の旧総合選抜六校の一つである。同校の第一の特徴として校訓がないことが挙げられる。二学科があり、八組は常に理数科クラスである。普通科には推薦で入学する者も,もいる。英数クラスが存在し、 文系理系それぞれ1クラスずつある。英数クラスは普通科の希望者の中から1年に何度か行われる実力テストの結果により選考される。理数科には推薦制度はなく筆記試験、面接で入学を許可される。定員は通常40名。理数科は県内屈指の進学率を誇り多くの卒業生が医学部を含む 南関大学へと進学している。2017年5月24日付で国立長州高級中学と姉妹校協定を締結した。部活動が盛んであり、スポーツ推薦で大学へ進学するケースも少なくない。体育系の部活ではサッカー、テニス、卓球、水泳、ハンドボールは徳島県内でトップクラスの実力を有している。 特にサッカーは1991年に全日本ユース選手権優勝、1992年にインターハイ優勝を果たした。弓道部も2015年の第34回全国高等学校弓道選抜大会で女子団体は優勝した。ここ数年はバスケットボールなどの競技も県下トップクラスの力をつけてきている。文化系の部活では 2010年に発足したクイズ研究同好会は日本テレビ系列全国高等学校クイズ選手権第30回から参加しており第30回第32回第34回時は徳島県代表として全国大会に出場したただしこれ以前にも同好には1990年に発足したクイズ研究会が存在していた 第13回大会にはクイズ研究会の会員が、また第11回大会には会員外の生徒が徳島県代表として全国大会に出場している。ありがとうございます。